こんばんざい。福岡県の伝道師七瀬葵です。ちょっと5秒待ってね。こんばんざい。あ、ハマさんこんばんざい。ちょっとマジでバタバタしててごめんなさいなんですが、割と先ほど帰ってきまして、無事に夜遅くなっちゃってごめんねって感じなんですが、配信がと55分ぐらいで終えて個人ルームに行こうかなって思っています。お帰りただいま。皆さんは無事でしたか？結構デカめな地震があったけれども、ちょっと今日ライトダメかもしれない。やばい、めちゃめちゃお腹空きすぎてさ、帰ってからさ一生懸命ねコンビニでパッて買ってきた食べ物めちゃめちゃ一気にお腹に詰め込んだけど、めちゃめちゃお腹がびっくりしている。今今日はレッスンでした。じゃんじゃんじゃん、夜明け間近、あと少しだね、くしゃくしゃまぶた晴らしても。クロモンさんこんばんざい、チャラこんばんざい、ヤッホー、ホタケキさんもこんばんは。バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵です。ここにマイクあるけど、マイクはね今拾ってないです。音こんばんは。配信間に合った、間に合った、ギリギリ。そう今日公式もあるけんね、マジでギリギリ。本当にさっき帰ってきて、ね、お腹空きすぎとったけん、マジ5分でマジでめちゃめちゃ食べ物詰め込む、オムライスを詰め込みました。私はお腹の中に今ね、お腹びっくりしすぎてちょっとやばいで時間しとる。今日はレッスンだったんですが、すごい今日は濃いレッスンでした。濃くないレッスンはないんやけど、今日は特に濃かったなーって感じがします。あとは、あ、これはいいや、後で個人ルームでいろいろ話しまーすよかったらゆっくりしてってください。ちょっと眉毛がハゲたんやけど、今日めちゃめちゃ眉毛パリパリしてる。明日もライブがあります。帰れてよかったよ、無事に帰宅しました。配信が遅くなってごめんね。明日のライブは横浜サザンとクラブで20時20分から出演です。ぜひラップタイムさんこんばんざい、ヤッホー、ちら、あ、見た、九州ぶったぶぶ物産展すごかった。おい、帰れてないメンバー心配な、こんばんざい、こんばんざい、おはぎ、ヤッホー、こんばんざい。マリアさんがね一番心配かもね、配信お休みって言ってたし。じゃあなんとかさっき帰れました。本当にもう帰れないんじゃないかと思ったけど帰れました。おかえりなさい、ありがとう、おかえりように、ありがとう、いのり、やっほー、ただいまです。皆さん帰宅しましたからの公式配信です。今日は木曜日担当です。2週間ぶりの公式配信ルームです。こんにちは。おにゃおしにとっては幸せだった。
え、めっちゃ濃厚新味見えた。うちは目がいったっていうのかな、これは見えたっていうよりあちゃんスワンコーリーちゃんダブロ見た。いや、あの後の次のマッチでうちはスワンコーで上がってるんで、次やっけ、次の次やっけ、どっちか。マジで流れが天才だったよね。スワンコーリーチのダブロは本当に面白いもんないやでもやっぱあそこはでもさ、ちょっと危ない気はしたけど、やっぱでもさ、スワンコー狙いたいじゃんってなるんよマジでアーニャとメルサイムやったね。今日明日ライブがいいブラグいいな。今日個人配信ちょっとね、いろいろ話したい話題があるので1時間ぐらいしようかなと思ってます。なんか公式ルームでするような話でもない気もするので、公式は普通通り配信するって感じです。そうやけん、ちょ今日本当はそういろいろ話したいことがいっぱいあったけん、もっとね早い時間にしたかったんよ。だけどちょっとね自信があったのでいろいろ起きましたね。頑張ったマジで。全種類ブラックモンブラン買ってやる。あいいな。横浜駅の隣駅、うちはそこからどうやって持って帰ろう焼き芋ならいいペコの、やっぱロマン追い求めなくなっちゃうんよでも自分あめちゃめちゃローンされたけどめっちゃ楽しかった。あれが一番楽しいって思ってる。うちはマージャンでもう上がられてもいいけんロマンを追い求めるっていう。でもあの流れはマジ完璧だったと思っている私は2連続来た。そういえばよく頑張った。偉い偉い。確かにそう、マジ絶対うちは。でもね、うちはいっぱい、でもブラックモンブランだけじゃなくてミルクックとトライキチ君とおごりまっせと、あとついでにブルーシールアイスもちょっとこ見つけたけど、私はそこに絶対にホレーバッグ持っていくんだな気持ちやけど、うちホレーバッグさ家に持っとった気がするっちゃん。うち絶対持っとった。だってうちなんかそれにおにぎり入れて持ち歩いたことある気するもん。でもそのホレーバッグどこやったか分からんよ。勝負しそう、勝負しないよ、楽しみたい。ピーマン大丈夫、大丈夫でした。さっき帰れましたえ、そうみんな私には無事ですって言っときだから全然帰宅難民って思って気づいたら帰宅難民やったよね、びっくりしちゃうマジでえ、そうやけん、うちしかもね、もうマジ本当に不運なのが、今日に限ってモバイルバッテリー持ってきてないし、いつも持ち歩いてるけど、いや一瞬出た瞬間思ったんよ、あモバイルバッテリー入れ忘れた。でも時間あんまなかったけん、いっかっつって、大丈夫やろっつって甘えてモバイルバッテリーと充電器持ってこんし、しかもあのモバイルバッテリーと一緒に大体あのイヤホンの充電器も持っとるけど、今日イヤホンの充電もなくなっちゃって泣いたマジで。もう全力不運。だってイヤホンの充電あったらうちはさメンバーの配信見れたんよ。でもイヤホンの残り 1% だけ取って切っといたんやけど、残り 1% だけあのレナさんの配信が始まったのを見て使おうって思ったけど、マジでね本当に3分ぐらいしか見れんかった泣いたマジ泣いた。レナさん大事だって思って頑張って 1% しかないイヤホンをつけたけど、マジで3分ぐらいしか持たんかった。男のロマン、いや女なんやけどねあれは、いややっぱロマン追い求めたくなるんよ。こんな時に限ってないよマジで。ちなみに地震の限りランク中にモニター倒れて線抜けてえ、でもさうちさ家めちゃめちゃ無事な気がするんよね。分からん、でも今気づいたけどさ、なんかモニターずれてたわ、めちゃめちゃずれてた上下はあんまずれんちけど、なんかさめちゃめちゃ傾いてたわ今モニター見たら。横はめちゃめちゃ緩いけん、それな気がする。
レナさんのブロマイドは揃ったはず。あ、でも浴衣持ってない、うち浴衣持ってないです。でもそう、うち最近部屋片付けたんけんよかったって思って。え、でもなんかちょいちょい倒れてんの、なんか立ってたはずのものが。意外とでも被害なさそうな気がする。なんかちょいちょい倒れてるものあったけど、キッチン周り。あ、でもやばい、キッチンの中とか見てないな。あ、オロチさん、ヤッホー、こんばんは。メイさんの浴衣は揃ってたっけ。持ってはいる、揃ってはない気もするけど感じ。あ、タナジュンさん、こんばんざい、ありがとうございます。ですよね、多分はじめまして、かっこ一方的に知ってるかもしれない。それはないか本当にって思ったけど、うちは伊藤っていう。棚に飾ってあったあの子のスペースのもの全部ないし、それは泣いちゃう。え、でもうちその地震来たって、あ、なんか倒れてるわ。いや、あの地震来た時電車の中、マジで電車の中でみんな緊急地震速報鳴って、マジビビった。何事、自分も鳴ってたよねでもちょっと面白かったのが、その緊急地震速報来て2分後ぐらいになっとる人が一人おって、いやちょっと遅いやろみたいななんか一人めっちゃなんか遅い人いたけど、そうマジでもう、揺れてたのかはねあんまり分かんなかったかもって感じ。だからどんぐらいやばかったの、でも映像とか見た感じやばそうやったけど、まあ何よりもうちが被害受けたのは電車が止まりましたね。いっぱい止まったよ。いけない、すごすごい、わ、天才ブロマイド集め職人イン。いつもチェキすらおしめ以外。そうよね、え、そうなんよ。そう、そのイメージめちゃめちゃあるけんさ、マジでびっくりした。5度見ぐらいしたよ。緊急地震速報は流れてません、流れてなくて、やば、今回は例外。なるほどね、ありがとうございます。いいな、それ遅い人遅い人なんかマジで本当にあのちょっと遅いとかもう全然もう何もみんな寝静まってはないけど、寝てはないけど、本当にめちゃめちゃ遅くなった人が一人いたいやそれはちょっとさすがに遅くないみたいな。モンストしながら揺れてました。シンドニー、あ、でも静岡でもシンドニー揺れたんか。もう、うちはでも電車に乗っとってさ、ちょうど地下におったけんあれやったんやけどさ、あの揺れたか分からんかった。え、どうなの、地上にいても電車やったらあんま揺れたの分からんのかな。星さんと悪魔の契約、その契約ないよ、めっちゃ気になるけどどんな契約なん。天竹さん、こんばんは。ランクのボイチャチのノリたち、あし天町パンチ、あ、混ざったんか。天竹さん、やっほー、緊急地震2回来た。え、じゃあその人も2回来てたんかな。地震やばい、でかい、終わる試験でも誰かと通話しちゃったらうちもやばい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 とか言うそうやけど、じゃあ電車の中でそんなこと言えんや。でもなんか電車の中みんなあんまりにも平然としとんのと、電車マジ揺れ分からんくって、だからあんまりなんかも焦らんかった。ただその後お腹空いたなって思ったら先に、え、これ帰れるうち意味で電車動かんけどみたいになったら全然全然帰れんかった。なかなか時間ちゃんと見とかないか、やばい、あと3分ぐらいしたら個人ルーム行きます、ちゃんと。あらこんばんざーい、ましろちゃん、こんばんは、やっほー、みんなやっほー。あと3分55分になったらこのルーム終わって個人ルームに移動します。
ちょっとギリギリだし、ちょっと公式ルームがねちょっと短めの配信になっちゃって本当にごめんなさいなんですが、ちょっと今日だけはごめんねって感じで。みんな歌う恥ずかしがる、あまおちばい手から持ちばい、すごい生み出しちゃうフルバトリブイングな感じが、へえそうなんや。昔高速夜行バスに乗ってる時に聞いてたんですよ。その時分かった、大好きって契約じゃないけどここに書くのやばそうだからライブ OK、 じゃあライブで待ってまーす。ありがとうございます。本当にそんな僕現在プレデター乗ってます。すごい過去最速、早くない、早っ、割とマジで1週間ちょいぐらいやないよ。あ、もう地震どこ、地震のところは地震じゃない、間違えた地震のところは自分来なかったんかもと思ったけど、自分のところは地震来なかったのね、よかったよ。だとしたら安心。久々ってか、うち、いやでも5強とか、うち5強の地震あったことあるんかな、揺れ感じたことないのかもしらん。だってさ、ちょ待って、正方形地震ってあれ何震度なんだ、正方形地震が多分うちが今まで感じた中で一番でかい地震な気がする。熊本地震とかも割とでかかったけど、福岡は多分4ぐらいまでしか揺れてない気がする。確かモンパチはもちもち、そうなのね。ミミルさんやっほー、早いよねめちゃめちゃ、といいと早いと思うよ。友達調子来たって、乗ってたんや。正方形地震の記憶言うてないけどね、言うてないけどねっつって、あでも正方形地震は割と、うわそうじゃん、やばい、一人で驚いたんやけど、関東5強からじゃあ東日本大震災ねらしいね。けどじゃあその時福岡におったけんね、しかもうち東日本大震災の時実は小学生なんよね。あとキンキャニは僕の一番、おお、最近でもキンキャニの楽しさ分かった、楽しいわキンキャニってなった。今からちょっとゲーム配信はしんのかもしれない、あやばい55分になった、高所から眺める気持ちいい、いいじゃん、地震ない、それは嫌だ、でも関東の方が福岡よりも地震が多いっていうのを言って、ちょっと今日は時間がないのでそろそろ公式ルームを閉めたいと思います。ちょっと短めになっちゃってごめんなさい。来週は私は47ルーム47時間配信専用ルームのコロニー、コロニーじゃない方で配信します。よかったら私も見に来てください。そしてバンダイジャパン公式配信ルームのフォローよろしくお願いします。この後はバサシー七瀬葵の個人ルームの方で配信するので、よかったら皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。七瀬葵あとバンダイジャパンで調べたら出てきます。というわけで、それかここのツイッターの方から飛べますということで、ここにツイッターの ID 書いてるので、よかったらツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。というわけで公式配信ありがとうございました。この後個人配信でお会いできるのを楽しみにしています。またねー、バイバイ。